どうもこんばんはあタイトルにもあるように大変なことが起こってしまいましたついに奥さんにばれましたえー、夫婦なのでこういう日が来るのは分かってはいましたしそれがこの日なんだなっていうのも分かっておりましたがなんとか乗り切れるもんなの乗り切ってみようと。 やっぱいろんなことが重なると、えー、乗り切ることもできずついにバレてしまいました、えー、きっかけは、えー、ステーケーションをしたくて GoTo ト,トラベルで、えー、シェラトングランデオーシャンリゾートというところを予約をして、えー、その時に まあ動画をアップするために予約したわけじゃなくてステただ単にステイケーキションをしたくて非日常を味わいたくて予約をしたんですけどもこれは YouTube でよく見るあのホテルレビューをするチャンスじゃないかと。あのー、皆さんやってるいうか多くの動画を見ますけどルームツアーっていうのをこれはしないといけないなと。 いいう,うに思いました。でそれを僕が部屋でやると部屋にも,もちろん奥さんもいるわけですからもろバレですよね。なので前もって、えー、スーツさんとか小野田さんの話をしてユーチューバーの人ってこういうこと部屋の紹介を動画で回してるんだよとかあの。 スーツさんはホテル大倉だっけな大倉かどっかで床がふかふかしてここでも出れるとかいうすごい人だよねみたいな話をしててしてたんですでであとは当日どう乗り切ろうかなんて言えば乗り切れるかなというのを考えながら。 当日になって僕があのー、まあ普通に旅行の準備として着替えを持っていきますよねでなぜか僕が麦わわら帽子を持っていくわけですよ。夏でもないのにしかも外でもないのに麦わら帽子を持っていく旦那を「え何こいつ?」って多分思ったと思います。ですが、まあ、 そんななことを気にしてられないので、僕はルームツアーを撮ってホテルルビューを撮ろうというのがありますのでの奥さんがどう思うと「俺は無理やり帽子を持っていくんだ」ということで持っていきましたまあホテルの中ではかぶってはないですけどあの自分の部屋以外ではであの受付 を済ませててチェックインしてあの少しラウンジでティータイムをして、まあ、その時はまだ奥さん的にはな分かってないと思いますが、えー、ついに部屋に入ってちょっとルームツアーを取らないといけないと僕が言い出して麦わら帽子をかぶり自撮り棒にスマホをセットし、えー、いきなり喋り出すと景色を撮って喋り出す まあその光景を見た奥さんは「こいつ青じゃねえの?」って多分思ってる思ったとは思いますがその時に僕 YouTube の話をずっとちょこちょこしていたのでその時点で僕が動画を上げてるとは多分思ってはいなかったと思うんですけど動画撮ってるからこいついつか YouTube に動画アップする気だな。 と思ったでしょう、おそらく。であのユーチューバーしたらダメって言われてたんで、えー、で僕はそういう撮影をしだすと。でえーシーガイから徒歩5分ぐらいのところにあるみそぎ池ってとこに行って、えー、そこで撮影をしてで ホテルに帰り着いてでお風呂に入ってでその後にラウンジに行ってお酒を飲むと。でお酒を飲んでしまうとやっっぱりり秘密にしててること喋たくなりますよね。ちょっとどういう流れでそうなったかわかんないんですけど、まあ、YouTube はしたら駄目っていう話からだったと思うんですおそらく。 その流れから僕がサークンドットコモということを言って、えー、もちろんそのユーチューバーのことなんか知らないんですけどサークンドットコモだということを言うと、えー、ググって僕の動画が出てきてこんなに動画を上げてたのかとびっくりしたと思いますえー、ちょっと危険なことがないようにしなさいと言われました <laughs> あのー、変なことはしないので、えー、それは大丈夫かなと思います。ついにばれてしまったけどなんとか許していただいてるんじゃないかなと思いますので、えー、皆さん隠れて奥さんに隠れてやっている方がいたとしたら。 え乗り切れない自信が乗り切れる自信がなくとしたら、えー、お酒の席でポロッと告白するのもいいんじゃないでしょうか。<laughs> えありがとうございました失礼します。